大好きだよ。おはよう。アイドル界のアーモンドアイを目指す NEM 子犬の子でねむこです。今週もよろしくお願いします。ぜひ最後までお付き合いください。それでは水曜日に行われた今年で最後になるジャパンダートダービーの結果と的中ポイントはご覧の通りです。ジャパンダートダービーはきのこちゃんが推奨した武豊騎手の水戸の王が3着で最高でした。ねむこが推したゆてぃたむちゃんはまたも惜しい4着。競馬ラブのスタッフはみんなミックファイヤーを強さに疑問を持っていたので誰も推奨しませんでしたが、めちゃくちゃ強かったです。きのこちゃんが漏らしていたのですが、大舞台に異常に強い三鴨騎手を外してるのは怖いけど現実になってしまいました。地方馬とお祭り男三鴨騎手、とても強かったですね。今週末こそスタッフ全員的中するぞ。頑張ります。せーの、えいえいおー。それでは今回予想するレースはこちら。さて、先週と同じく今週も行われる難解なハンデ戦函館記念は、舞台を洋芝の函館競馬場に移し、芝 2000m の右回りコースで行われます。馬場の高低差はコース全体でおよそ 3.5m、 最後の直線はおよそ 261m です。競馬ラブのデータ担当ココンコちゃんがリサーチしてくれた函館記念馬券のヒントは、ねむこの「回連覇アットおやすみみんソング」をどうぞ聴きながらご覧ください。それではジャパンダートダービーで押した水戸の王は惜しくも3着。今回こそ勝ち馬導くと意欲満々の編集長きのこちゃんが押す馬をご紹介いたします。現在まで17勝、2着18回、3着25対5回、連帯率はおよそ 13%、リーディング37位、岩田康成騎手騎乗、岡田スタッド生産、スピファネイア3区、4枠8番、ブローザホーンです。一番のポイントは函館道場券を2戦して、1勝3着1回と好走していること。洋芝適性もバッチし、特に前走は岩田パパの好騎乗もあり、上がり最速の足を使い圧勝、本格化も近いと注目していましたが、今回のレースがその時。このメンバーなら前走と同じく圧勝の予感。引き続き騎乗する安成パパのご腕にも期待して、自信を持って推奨しますとのことでした。次に水曜日のオーロイプラートは悔しい5着。先週は徹底的に調教分析した神佐香織の推奨馬をご紹介いたします。現在まで63勝、2着43回、3着53回、連帯率はおよそ 26%、リーディング4位。横山武史騎手騎乗、社大ファーム生産、キングカメハメハ3区、5枠10番、新田です。すごい人の名前みたいな馬さんですね。きっと可愛いんでしょうね。最終追い切りは函館ウッドチップコース、単走追いで5ハロンから追って67秒4。ラスト1ハロン12秒2をマーク。神佐香織の分析は、去年の函館記念は6着に敗れましたが、函館競馬そのものは3勝を掲げている得意コース。中1週ですが、函館に滞在して挑むので心配なし。前走から連勝を期待して推奨しますとのことです。続いて水曜のご来光は残念な結果でしたが、 BS のパドック中継でいい気配を見せていたキリンジから馬連を流して的中させた馬券好調のココンコちゃんのオス馬をご紹介いたします。現在まで33勝、2着27回、3着30回、連帯率はおよそ 20%、リーディング17位。横山和夫騎手騎乗、社大ファーム生産、イスラボニータ3区、3枠5番、山人サルバムです。函館記念は騎手が乗り換わっても勝てるレースなので、点乗りでも OK。今年は去年より若干成績は悪いですが、重賞はすでに4勝。これから調子を上げてくれることを期待できる騎手です。前走エプソムカップは勝ち馬から 0.4 秒差の6着。今回負担金量が 1kg 減ることはプラスに作用するはず。和夫騎手の手綱さばきにも期待して推奨しますとのことでした。そして水曜の帝王リカードは見せ場もなくどんじり負け。今週はまたみんなに高配当馬券をプレゼントしたいと語る IOU さんとムーさんの最強連合軍がオス馬をご紹介いたします。現在まで22勝、2着37回、3着も37回、連帯率はおよそ 12%、リーディング29位。和田龍二騎手騎乗、ノーザンファーム生産、オルフェーブル3区、1枠1番、イクスプロージョンです。右回りがどうか懸念される方が多いかと思いますが、徹底的に分析しましたが問題ないレベル。むしろそれが要因で人気を落としているのであれば大歓迎。吉羽のこの舞台で本格化するイクスプロージョンの姿を期待して推奨しますとのことでした。この2人のチームはライバルなのでね、ドキドキします。ではではお次は皆さんお待ちかねのこちらのコーナー、ジャパンダートダービーは推奨したゆちたむちゃんがまたも4着。デジャブを見ているような感覚ですが、今回払拭させていただきます。ねむこが推す馬ご紹介いたします。現在まで24勝、2着20回、3着17回、連帯率およそ 20%、 リーディング23位、浜中卓騎手騎乗、ノーザンファーム生産、キングカメハメハ3区、2枠3番、はややっこです。いやー、名前が冷ややっこっぽくていいですよね。暑い時期にはね、冷ややっこがいいですからね。去年は重い馬場でしたが、浜中騎手の好騎手もあり、低人気に反発するかのように優勝。今回去年と同じように少し前で競馬ができればチャンスあり。それができるのはすぐるさん、あなたしかいない。今回もう一度花を咲かせてほしい。冷ややっこを食べながらねむこも応援しますので、頑張れーはややっこちゃん最後は水曜日、ねむこと同じ馬を推奨し、残念ながら4着だった AI による予想は、あいおいさんとムーさんの最強連合軍と同じ1枠1番エクスプロージョンを1着予想しているみたいですよ。さて結果はいかに、ドキドキしますね。各スタッフの推奨馬は出馬表の通りです。回目は今回も AI が1着予想した馬も加えてご覧の通りとなっております。ご覧の回目はあくまで参考ですので、ご自身の予算に応じて無理のない範囲で馬券購入してくださいね。それでは競馬ラブ G3 函館記念の予想は以上となります。今週も人馬ともに皆さん無事に帰ってきてほしいです。今回の結果報告は動画ラブの Twitter や競馬ラブの YouTube 説明欄でもご報告しますので、絶対に確認してください。そしてねむこはコメント欄めっちゃ見てるので、ぜひ皆さんの予想もコメントしてくれたらとっても嬉しく思います。そして先日共演させてもらった素敵なお姉ちゃんあいおいゆうさんの最新情報はご覧の QR コードから、あいおいさんの Twitter にてぜひご確認ください。ねむこはですね、みんなのためにめちゃめちゃ最高の CD アルバムを作らせていただきました。さっきね、聞いてたんだけど、めっちゃいい感じです。ぜひ、みんなの手元にゲットしてもらいたいです。ぜひ、ねむこの世界聞いてみてください。そして、お知らせを2つ失礼いたします。1つ目、もうすぐですね、7月18日火曜日、19時半から始まる、秋葉原トークライブバーフロームスクラッチさんで行われる、クロワタアメさんとジャレコさんの天才ポールダンスユニット、わたじゃれこ主催イベントにまたもやお邪魔させていただきます。イベントの模様は秋頃に動画ラブのポールダンスラブで公開いたしますので、ぜひチェックお願いします。そして2つ目、7月23日日曜日、ねむこの、誕生日記念イベントをさせていただきます。その名も新生心理。この前までですね、なんと五反田 G2 さんでやりますとずっとお伝えしていたのですが、まあいろいろありまして、五反田 G プラスさんになっております。1階から2階に移動しただけなので、地図上は変わりないのでね、みんな迷子にならないかと思います。詳しくはご覧の QR コードか、ねむこの Twitter でぜひ確認してください。絶対に来てねー。あと最近また新型コロナウイルス感染者が増えているとのことです。皆さん家に帰ったら手洗いうがいをしてしっかり予防対策して競馬を楽しみましょう。わあ、名残惜しいですが今週はこの辺りで、チャンネル登録、コメント、高評価必ずお願いいたします。感想ツイートも見ますのでぜひツイートしてくださいね。それでは最高の一日にしましょう。おやすみ。